皆さん、こんにちは。ハロハロネクストです。フィリピンに関する知って得するニュースや知識、面白ネタなどをハロハロネクストの視点でシンプルにわかりやすくお伝えします。フィリピン国有鉄道はクラークからメトロマニラを経由してラグナ州カランバシティまでの約 150km の北から南までを縦断する鉄道プロジェクトの建設が始まったことを発表しました。このプロジェクトが完了すると1日に80万人の乗客を快適かつ安全に輸送することができるようになり、鉄道システム全体の所要時間が4時間から2時間に短縮されます。フィリピンのことですから容易に実現するとは考えにくいですが、実現したら旅行者にとってもかなり便利になることは間違いありませんね。期待せずに首を長くして待ちたいと思います。先週フィリピンは合計 11,667 件の COVID-19 感染者を報告しました。1日あたりの平均感染者数は1667人で、前の週との比較で 6% 減少しました。最新のケースのうち105件が重症または重篤とされています。1週間の感染者数が1万件を超えるのは3週連続で、1日あたりの感染者数が1000件を超えるのは11週連続となっています。なかなか沈静化の兆しを見せない COVID-19 ですが、以前と同じように渡航できるようになりましたので、このまま継続してもらいたいですね。フィリピン観光省はフィリピン発のホップオンホップオフバスツアープロジェクトを開始しました。マカティ市でのパイロットローンチを皮切りに、フィリピンの他の主要な観光地にもプロジェクトを展開する予定です。ツアーでは指定された停留所でバスに乗ることができ、各停留所で提案された旅行プランに従って観光スポットやアクティビティを楽しむことができます。ツアーの費用は約1000ペソとなっています。ツアーは水曜日から金曜日の10時から18時まで運行され、8つの停留所があり、1日中制限なく利用可能だそうです。予約するためには専用のモバイルアプリをダウンロードして登録する必要があります。先日ミスユニバースフィリピン2023を獲得したミシェル D がバイセクシャルであることを公表しました。自身の若い頃の悪意のある写真が彼女を貶めるために意図的に SNS 上で広まったものであることを認め、自分の物語をオープンに共有することを決めたと説明しました。彼女は、私は自分自身がどのように特定されるかよりも世界と宇宙に提供できるものがたくさんありますと述べました。先日のニュースでフィリピンのクラブメンタリティについてご紹介したばかりでしたが、このような形で成功者を貶めようとするなんて切ないニュースですね。彼女にはこのようなことに負けず、彼女自身の人生を生きてほしいと強く願います。フィリピンの正式名称はザ・リパブリック・オブ・ザ・フィリピン、フィリピン共和国です。知ってましたか？正式名称は長いので通常はザ・フィリピンと書きますが、最初のザと最後の S を忘れてしまう人が多いと思います。なぜ複数形なのかというと、ザ・フィリピンアイランズ、フィリピン諸島を短縮した表記になってるからなんです。フィリピンのこと知っているようでまだまだたくさん知らないことがありますね。このニュースの感想や質問などはコメント欄にお願いします。それでは次回もお楽しみに。